タンデムローターキシ H-47、チヌーク一般的なメインローター、テールローターの携帯タンデムローターとは、ヘリコプターにおいて、カウンタートルクを打ち消す方式の一つで、ローターが前後に二つ配置されているヘリコプター。縦揺れに対する操縦安定性が高く、前後方向の重心移動範囲も広い利点を持ち、ヘリコプターの重量に対して、ローターが小さくて済むため、 構造的にも有利である。反面、低い前進速度での安定性が低い、ローターのブレード数を増やすことが難しく、騒音対策や効率向上がしにくい、などの端緒がある。多くのヘリコプターでは、機体中心部付近に大きなメインローターを、機体後部へと伸びたブームの先端に、小さなテールローターを設ける方式を採用しており、メインローターによるトルクを、 テールローターの水力で打ち消して、機体の回転を防いでいる。これに対して、タンデムローター式のヘリコプターでは、機体上部にメインローターに相当する、大きなローターを2つ、前後に並べて設置し、互いに逆向きに回転させることでトルクを打ち消している。CH-47 チヌークが、代表例。旧ソ連のミル設計局やアメリカのカマン社では、ローターを左右に並べるサイドバイ。 サイドローター式のヘリコプターを設計した。また旧ソ連のカモフ設計局では、ローター軸を共用する2機1体のローターが上下で反転する同軸反転形式のヘリコプターを設計している。ローターを傾けて水平飛行も行うティルトローターの V-22 は左右に並列配置する形態をとっているが、これは水平飛行時に プロペラとして使用するという設計要求から採用された配置であり見る設計局の思想とは若干異なる。その他以下の方法によるハントルク打ち消し方法が存在する。ありがとうございます。